管理者の熱心なものです。後半配達の休日的調査についてお伺いします。先日ですね、市内の公共会社がアンケートを行ったところ、回答者の約 67% は新設調査に参与しないというという結果がありました。2つの候補地を持つとして、この数字についてのまず受け止めと、移転先別では北広島市の総合運動公園が札幌の候補地を抑えて市外在住者の中でトップの回答へという結果にもなりました。これについてのも受け止めかつ、この球団側との協議について具体的なスケジュール感などの含めを使ってください。今回、球場の移転問題についてのことということでありますが、非常にこう、市民だけじゃなくて、町民の方の関心が非常にやっぱり高いこともあるかなということを改めて思います。そういう意味では、北広島さん含めて、今、候補地として、建設の候補地として挙げている、3カ所もですね、中心にお答えがあったのかなというふうに思いますが、それ以外のところもいろいろ、かなりの方が、非常にこう関心が高いことだということを改めて思います。今後のスケジュールということでありますが、前回もお話ししましたように、大体月1回から2回ぐらいの実務者レベルでの協議を進めさせて、いただきたいというふうに思います。それともう1点、ゴルフ装置の関連でお伺いします。はい、IOC がこの度開いた臨時理事会で、2024年夏の五輪招致を争っているパリとロサンゼルスを24年と28年大会に振り分けるという案を承認しました。これについての受け止めと、26年冬季五輪は現在、札幌と市が名乗りを上げておりますけれども、いずれの動きが冬の招致に影響を及ぼす可能性についてご考えいたしますか。はい、今回の2024年の夏のオリンピックについて、北都市ですね、これはこの理事会の後の発表の中でも、季節、既存施設、あるいは仮設施設を活用するといったことで、コスト縮減に取り組んでいると、そういう意味での持続可能性を追求した計画を立てている、理都市と。ということで、こう続けがたいということでありました。そういうことで、二都市の同時決定ということが議論されたようでありまして、ただこれは今回に限った措置なのではないかというふうに認識をしております。で、一方で2026年の冬の招致プロセスについては、今回具体的な招致プロセスが示されなかったということでありまして、これは欧州諸国を中心に、住民の反対等がですね、なかなかこう立候補都市が現れない、都市が断念をするというようなことを受けて、やはりこの招致プロセスそのもののコスト、とか負担ですね、こういったものを軽減するということで、招致プロセスそのものの修正が必要ということだったようでありますので、そういう意味では、今我々ももう一度その提案をしているですね、札幌で開催をするといった場合の開催の費用、こういったものの見直しというか、現実的な施設という計画をですね、どうしていくかということについて、見直しをしていこうというふうに思っておりますので、そういう意味では IOC 自体がやはりこのオリンピックそのものに対してのさまざまなコスト負担、こういったことに対しての懸念を持っている表れかなというふうに思っておりますので、そういう意味では我々も見直しを含めてですね、検討している方向性とは一致をしているのかなというふうに思っておりまして、こういったことが議論されていること自体は歓迎ということかなと。すみません、幹事社の岡山県知事の続けてもう一問お願いします。先ほどのですが、先ほどのですね、第二回選挙の代表質問で、市長の方が、西市街区長の会議なんですけども、市長者、市長本庁舎ですね、移転建て替えの候補地とされるというようなお話で考えていただいたかと思いますが、
今ちょっとですね、その本庁舎の整備に関する、それに対する考え方と、付け替えという形でこの施設を進めていくのかどうかというですね、以前、補強であったり、会社であったりという話をしたことがあったと思うんですが、今後どういうふうに進めていかれるかというと、そのスケジュールが多く達成ではありますか。現状によって具体的なその建て替えを決めたとかですね、その具体的なスケジュールを検討している状況にはありません。先日の議会の方でお答えをしたのままの都心の街づくりの観点で、私有地の利活用、これをどのように今後していくかということは具体的な検討をしていこうというふうに思っています。その中で、この西1丁目の大区については将来の建て替えるということになった場合には、その候補地として、考えていこうというふうに思っています。ただ、今もお話がありましたように、時期だとかですね、あるいはそのいろいろな事業との関係の中で、どういうスケジュールの中でやっていくのか、ということについては、この辺ということにさせていただきたいというふうに思います。重ねてなんですが、あくまでそれでは今回のお話というのは今後の土地利用のことであって、はい、それ建て替えについてはそういったような土地利用の中で検討していくというので、今ではまだ建て替えるとかそういうところは検討してない、はい、ありがとうございます。神下からはいいです。神下から本当に失礼します。北海道新聞のそうですけど、10日、先週金曜日ですね、民進党札幌の方でですね、一応話を受けられた方なんですけれども、市長がですね、次の市長選に、再選を目指す場合、その支援する方針を決めたということなんですが、そのことへの市長の受け止めと、市長ご自身ですね、次の市長選に、出られるかどうかと、その辺の現在のお気持ちを含めて、お聞きをいただければと思います。民進党さんの方で、仮にその再選を目指すということであれば、それを応援をするよということをお話をいただいたということでありますけれども、それで2年間、当選してからですね、この2年間のいろんな政策でありますとか、そのことについて一定の評価をいただいたということなのかなというふうに思います。そのこと自体はありがたいところだというふうに思いますが、これから任期もまだ半分ようやく過ぎたということでありまして、残り2年をまず市民には約束していったこと、それから私としてこの札幌として今取り組まなきゃいけないことは、そのことにしっかり取り組んでおきたい。またそう。市のイメージ自体はですね、そこは恐れずにもあると思うんですけれども、カラス被害の状況把握と対策の現状、そして今後、取り組み、やりたい取り組みなどあればですね、教えていただければと思います。どうしてもこの6月、7月の繁殖期、この時に巣があったり、やはりその卵があるようなところですね、そばを通りますとですね、それを威嚇するという行動が出るようになりまして、これまでも襲撃されるといいますか、そういったことに対する不安を持たれる市民の方から何とかならないかというお話を、例えば各地の農牧センターにいただいているところです。でこれなかなかその、巣を撤去したりですね、卵を撤去するということで、その時点には
は、なく、巣がなくなるということで解決するんですが、ただ、まあ、すぐ近くにまた巣を作るということで、繰り返しになってしまうということで、なかなかその効果的な対策というのがですね、取りづらいというのが実態のようであります。まあ、まずはその威嚇行動を、この6月、7月にですね、そういう行動、まあ、カラスが威嚇行動に出るということを知っていただくとかですね、そういったことをしっかりしていかなければいけないんですが、まあ、一方でその例えば海外からお越しの方だとなかなかそういう情報もしっかり伝えきれないということだと思うんですけど、実態調査、数をこう把握するということではなくて、根本的な解決をどうしていくかというところになると、なかなか悩ましい問題があるのかなというふうに思いますけれども、まあ、まずはその、いたずらに刺激をしないとかですね、よほどそのひどいものについては、すごい勉強するというようなことの手だけしか今取りようがないのかなというふうに思います。重ねてですけれども、生息数の話です。生息数調査に関しては、札幌市、平成15年以降ですね、はい、行われていないようですけれども、一方で、2020年のオリンピック・パラリンピック解説の東京都はですね、まあ、巣の撤去など、積極的なカラス対策に取り組んでいまして、まあ、生息数、まあ、捕獲数、あるいはその駆除の件数とかをホームページに掲載したりもしているんですけれども、この調査を行う、意向ですとか、あるいは、まあ、そういったものを報告する意向ですとか、そういうのはいかがでしょうか。過去にそのレギュラー調査といいますかね、丸山近辺だとか、そういったところの調査をしたようですが、数自体がそう極端に増減しているということよりは、やはり先の申しましたように、6月、7月の繁殖期にどういう対応を取るかということが一番の対策かというふうに思うんですが、その撤去自体も根本的な解決になかなかならないというところも悩ましい。まあ、必ず別なところに作るということになっていきますので、まあ、こういったことも含めてですね、やはり街中にあまりひどく出るようであれば、何らかの対策というのを考えていかないといけないだろうなというふうに思います。岡田新聞の内緒です。お願いします。先ほど発表があった札幌国際芸術祭の背景なんですけども、開催まで約2ヶ月ほどになりまして、そこでですね、札幌市は2006年に創造都市札幌を宣言していますが、これに寄せてですね、改めて芸術祭を開催する意義を申し上げます。はい、お願いします。創造都市札幌ということで、まあ、これはいろいろな考えなり思った方々が心に集まってくることによって、そこでそのいろんな刺激があってですね、まあ、創造性が高まったり、そのことを発信をすることで、町自体の魅力というブランドを高めていこうと、まあ、そういうことを狙ったものです。まあ、そういう意味では、この芸術祭がですね、行うことで、まあ、芸術の持っているそのいろいろな想像力ということと、まあ、いろんな方々がやはりこう札幌の街に集まってくる、そしてそこでいろいろなことをその自分の考えていること、イメージしていることを発表していく、まあ、人がたくさん交流していくということをによってですね、新しい価値が生まれたり、創造性が高まるということを目指していますので、そういう意味ではその芸術の持っている、あるいはそのアーティスト、あるいはそのいろいろ関連する人たちがですね、この札幌に集まって、いろんなことが報道されるということについて、触発をされていくという期待感。それをしっかり持っていきたいというふうに思っています。それから、まずは人がたく
さん集まってそこでいろいろな刺激をこうの場ができて、そのことによって新しいものが生まれてくる、そこに期待をしているわけですので、芸術祭自体がそういうたくさんの人を引きつけるようなものであるし、そうありたいというふうに思っています。ありがとうございました。もう一点別の質問なんですけども、はい、札幌市の花のスズランについてですけども、在来種のスズランの群生地は今市内で減っておりまして、はい、今確認されているのが手稲区の富岡西公園だけになっているようなものでした。複数の文献とか研究者に至ると、以前は市内各地にたくさん群生地があったとの記憶が残っているんですけども、例えば72年のサポート規模輪の地域の人口も急激に増えて、各地化が進んで、群生地が奪われていったんじゃないかという原因があるそうです。それで、群生地の減少について市長の認識をお伺いしたいんですが、やはりいろんなこれまでの都市開発によってですね、いろいろな自然が失われてきたというのは事実なんだろうというふうに思います。ですから、これからの街づくりの中には、やはり今残っているものをしっかり残していくということ、いろんなレッドリストみたいなのを作っておりますので、ね、動物、あるいはその植物についても、札幌版のレッドリストを作っておりますので、そういった中で、そういった動植物がそこに生存し続けるということは、その生態系の根本になるものを守っていくということになりますので、今はご質問にあったスズランも札幌の花でありますのでね、そういう意味ではこのレッドリストを逐次更新をしていくということになりますし、それに向けての対策ということも考えていかなければいけないと思いますので、そういった議論の中で、これをどう保存をして、あるいは拡大をしていくことができるのかということについても検討していきたいと思います。今おっしゃった具体的なその対策なんですけども、スズランはレッドリストには、札幌市のレッドリストには登録はされているんですけども、保護レベルの眼球より一番下でですね、現状、富岡西公園以外では、こういう保存活動がされていないと。今後は生息調査も現状されてないんですけども、今後市内に全体の生息調査ですとか、見つかった場合の保全策ですとか、はい、あとは植え替えによって増やしていくとか、そういう考えはあるでしょうか。ね、いろんな専門のご意見を持った方にですね、なので、このレッドリスト自体の作成自体も、専門家のご意見をいただいて作成しておりますので、そういった議論の中でですね、今あるものの、今の認定の仕方、何がいいのかどうかというのを合わせて検討していきたいと思います。ありがとうございました。これの新聞の相変わらず、はい、ちょっと同僚との関係で重なる部分もあるんですけれども、今回その IOC がですね、26年の足落ちなので、足落ちプロセスの短縮ですね、その日から1年にするとかです、開催、立候補を考えている組織を、コンサルの支援とか、はい、そういう部分を、やる考えを示していますけれども、それが札幌の祝辞活動にですね、プラスになるという面をどういうふうに考えているかというのをご教えていただきましょう。で具体的なところというのは、これから招致プロセスそのものが、どういう形で、今お話にあったような議論がですね、どういうふうに反映されているのかと、いくのかということになるんだろうというふうに思いますけれども、根本的には、先ほど申し上げたように、IOC として、オリンピックそのものの、いろんな費用負担だったり、コストの問題だけではなくて、自分の負担が各都市の重荷になっているというのは背景にありますので、それを軽減していこうということだろうというふうに思いますので、そういう意味では、今目指している我々札幌にとっても、プラスの方向にはなっていこうというふうに思います。具体的にはどういう形で出てくるのかわかんないですけど、今の考えは僕で気をしないんですけれども、札幌市として
ですね、これからその開催経費の、まあ、圧縮できるかどうかという、まあ、精査再検討されるということですけれども、で IOC の方でもですね、その先般の理事会では、その、まあ、早い段階からですね、この都市のニーズに応じて、まあ、提案を作り一緒に作り上げるですとか、そういう都市がですね、のに対してその専門的な知識や知見を IOC の方が無償で提供するとか、そういったような意味合いのことをですね、発出されたようなんですけれども、今後の札幌市の開催経費のですね、精査再検討にあたって、IOC と一緒にというかですね、連携をしたり何かを頼んだりとかですね、そういった可能性があるのか、もし一緒にやるとすればどんな部分なのか、それもし今イメージされているものがあれば、聞かせていただきます。一つはその、例えば、競技会場そのものの従前であると、例えば何万人の席がなきゃ、以上の席がなきゃだめですね。そういった基準がかなりその課題といいますか、 あるという印象を持っていますので、ですから例えばその施設をその後持続可能なものにしていくということになれば、その都市の持っている希望に応じた座席数であるとか、あるいはその仮設についても、いろいろ各競技団体が思われていることと、施設を維持していく規模というのは必ずしも一致しないというのがこれまでのことだったかなというふうに思います。ですから、まあ、そういった点で、まあ、どの程度のレベルのものであれば開催に支障がないレベルなのかどうかっていう、まあ、そこのところっていうのは実際こうやり取りをしていく中でですね、着地点が見出せていっているものもあるのかなという、ちょっとその施設規模、観客席みたいなものはいろいろその都市の規模によっても違うという可能性もあるかなと思います。そのあたりはまあIOC とその、まあ、そういう、なんていうか、IOC の方からですね、そういう知見だとか、知識を提供を受けたり、札幌市から逆に提案していくとか、やっぱりこの札幌市さんの、その、費用のですね、再検討にあたっては、何らかのやっぱり IOC とのいろんなキャッチボールがこれから出てくると、そういう認識だということでよろしいですか。まずはその、JOC、NOC としての判断が出ておりませんので、私どもが勝手にその IOC とやり取りするということはまずできませんけれども、まあ、基本的には今後 JOC といろいろ進めていくという中で、IOC として議論されていることがこの招致プロセスの中で、まあ、地元を、まあ、希望する自治体としてどういうことを、まあ、我々の方から提案させていただけるようなことというものができればありがたいなというふうに。細かい点としてなんですけれども、はい、もし IOC とそういういろんな議論キャッチボールをやるとすれば、それはその日本の NOC であるその JOC がですね、はい、まず2026に向けて、はい、まあ、札幌の立候補を、まあ、認めるというかですね、日本は札幌が立候補していくんだと、そういうことを決めてから、じゃあ開催経費のですね、再検討の議論で IOC との接触があり得ると、こういう時系ですか。プロセスとしては、まずその IOC から招致のプロセスが示されて、その期間中に各国の NOC としてまずその2016年なりに手を挙げるかどうかということを決めることになりますので、そのスタートがあっていろんなやり取りをしていくという前提で、向けてどういった施策を行っていくかということを考えられるか、一言
ずはこの制度そのものについてですね、正しく理解をしていただくということが必要だろうというふうに思っておりますので、まあ、それまでもそういう取り組みしてきましたけども、まあ、引き続き、制度の周知、まあ、それから、当事者の方々のさまざまな相談の窓口も作りましたので、まあ、そういった中で、いただいた意見というものをさらに反映していくことを検討していきたいと思います。